チャオ、あっちゃんです。今日もあっちゃん、ご飯の後の甘いものタイムです。昨日甘いもの食べへんかったからね。食べます。昨日はね、晩ご飯がちょっと遅かったからね、だから甘いもの食べへんかったね。今日は、そんなに早くもないけどね。はい、食べます。いただきます。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。大丈夫です。はい。いただきます。あ、じゃあ、これは、マイホームカフェ、なめらかクリームのシュークリーム、大桑で買ってきたん。バニラシード入り、1個88円やったかな。うん。買ってきましたさー。ということでね、食べましょう。バニラシード入り。バニラシード入りはね、美味しいよね。はぁ、あ。なんかこの、シュークリームのさ、このシューの、この匂い好きやねん。変態、変態、変態と呼んでくれ。袋に入れてこうやってスーハースーハーしたいぐらい。あ、好き。でいただきます。うん。スカスカ。そりゃそうだ。うん？バニラシード入ってるか、入ってる入ってる。うん、おいしい。やばしだよ。あか、もう一口食べたこの匂いがね、ダメなんだよ。食べる前のこのクンクンがすごく好きでさ。食べたら皮より中方が好きだよね。匂いは皮の匂いが好きやね。うん。クリームおいしい。うん。はあ。おいしいね。うん。もうこれも安いですか。美味しいね。これね、普通に大桑で買ってきたスーパーに売ってるシュークリームだけど、美味しい。うん。感覚的なシュークリームの味じゃないよ。でも、あたしシュークリーム好きやで。うん。美味しいわ。甘いものは心の栄養です。うん。ああ、美味しかった。いや、今日ね、ちょっとテンション高いでしょ。一生懸命はテンション高く喋ってるんだけどね。晩ご飯とかも結構テンション高く作ってないでしょ。実はね、今日ちょっとね、ファルメテ、ファルコンメテオの動画見てたんよ。うん。だから、釣りして、ゼロ円釣り生活を言って、不当で釣りして釣った魚を食べるってやつやってたね。あ、ファルコンとね、メテオとね、もうすぐ仲ええし、で、笑顔がね、もう、心からの笑顔やね。動画すごい楽しん、動画っていうか、生き様を楽しんでる。まあ、ちょっとやけくそなところもあるけど、楽しんでるなって、見てていいなって。 YouTube のあり方ってそこよねって思って。あっちゃんは一人でやってるからそういうのってなかなかできへんけど、二人でやってて、お互いにね、今やっぱその辛いところ、みんながやっぱ支援してくれててってやってて、見ててね、すっごい良かった。泣きそうになって、うん、ね、感動してたんね。やっぱりね、メテオ君かわいいね。ね、かわいいねんけど、その笑顔がすっごいいいね。もうほんまに作ったもんじゃなく、心から笑ってるなって。だから YouTube ってキャラクター作りとかいろいろ大事やなと思うね。もちろん大事やし、こうやっていかなあかんねんけど、多分ファルコンメテオさんもね、やっぱり一生懸命作ってるところもあると思うんだけど、でも心からの笑顔やな、あれはって思った。好きな動画を作ってる、うん、思って見てて、で
ちょっとね感動してたんですよ。ね、もうあの見てあげてください、みんな見てねっていう、いうよりあっちゃんに多分収益は高いと思うよ。すっごいこと入ってると思うよ、もう収益ね。一本の動画であっちゃんの1ヶ月分ぐらい入ってるかな多分ね、再生数からいくとね、うん、とは思うんやけども、それでもやっぱりね、こう応援してあげたいって、言い方悪いけどね、その上から目線じゃないんだけど、ほんまに応援したくなる動画やなって思ったんで、それね、見てなんでそんなこと言うかったら、自分がそうやねんね。もうね、今4万3000再生まだアップして数時間ちゃう？音出したかもね、人のコンテンツやからさ、そういうのはダメやと思うんやけど、まだアップして、あ、時間書いてないや、26日にアップしか出えへんねや。ほんまにね、多分そんな経ってないよね。あの晩ご飯作るちょうど前ぐらい見たからね、うん、なんかそう思ってやねんけど、こう応援したいなって思えるコンテンツにあちゃんもならなあかんなって、みんなが応援、あちゃんのこと応援しなあかんって、応援してあげたいわって言ってくれる動画作りしなあかんなって思って、そのためにはね、なんかね、今日裏チャンネルの方かな、どっかに誰かが書いてくれてたけど、あっちゃんが楽しむ動画を作るんじゃなく、視聴者さんが楽しむ動画を作った方、作らないとダメって書いてくれてた人がおってんけど、やっぱ今日確信した、ファルメテ動画見てね、やっぱり自分が楽しんでる動画を作らないといけんなと思った、うん、だから見せるための動画じゃないのよ。釣りして、釣りしたやつを、不当でさばいてで食べるっていう動画やねんけど、確かに見ても面白いよ、良い子のゼロ円生活みたいな動画やねん。だから見てて面白いんやけど、そこに作り込みがないのよ。もうほんまに心から笑ってる動画っていうので、面白いなぁ思って見てたん。それとね、ね、その時にね、7時からご飯作るんだけど、7時やったかな、作ろうかなと思ってて、7時にね、リマインダーかかってたん。ラファさんの動画、ラファエルさんの動画で、プレミアかかってたね。で、見ひんかったんやけど、なんかサムネだけ見て、もう料理作りしてんけど、ランボルギーニ買った言うて、もう YouTuber がランボルギーニ買うって夢あるやん。うん、いいなって思って、後で見ようと思ってんだけど、YouTuber さんの動画を見るようにしてんの、最近。今日昼間ちょっといろいろ見ててんけどもね、やっぱり、参考になるものっていっぱいあるし、それを見たらね、あっちゃんはそっちに寄っちゃう。だからやっぱり影響、ジャッキー・チェンの映画見て出てきたら、なんか高いとこから飛べる気になるんよねなんかそんな感じになってしまうから、そう寄ってしもうたらあかんなと思って見てへんかったんやけど、ちょっと見ていこうと、いろんな人の、うん、と思ってんねん。なんかこれからもね、いろんな人の動画見ていて、もっともっと吸収して、あっチャンネル、ちょっとさらなるね、2019年ほんまに頑張っていきたいんで、みんなもね、応援したいなと思ってくれるような動画にしていくんで、今はね、あっチャンネル見て、ね、こいつと思ってくれてる人もね、いや、やっぱ応援してあげたいなって思ってくれるような動画に成長させたいんで、これからもよろしくお願いします。もう何やねんこいつっちゅう目で見てください。いいです。で、見てて、やっぱりちょっとなんか最近頑張ってるよって思ってくれたら、応援してくれたら嬉しいです。はい、そんな感じでやっていきます、はい、だからね、今もちょっとコメントね、今ちらっと立ち上げた時にコメントちょうど目に入ったんやけど、ここ動かしてもんね、お料理動画をやめてくれっていうコメントがあったん。お料理動画出すのに不衛生で汚いだけなんで、いい加減やめてくださいって書いてくれたんだけど、で、そう思って見てくれる人は本当にね、不衛生やと思う人は見てくれてないと思うね。で、不衛生でもあっちゃんのお料理役に立つわとか、あっちゃん一生懸命頑張ってるよって思ってくれる人が見てくれてるってあっちゃん信じてるんで、これからそう、なんていうのかな、そういうチャンネルになっていけるように頑張っていくんで、なんていうのかな、そう、もうこいつ何もできへんわとか、もう汚いな、不衛生なもんで食べるもん作んなよって思ってる人は、
いや応援した、したいわって思ってくれたら見てくれたらいいし、いや応援する気ないしもうやめてって思うんやったらまずブラウザバックしてください。ほんとね、見てせっかく見てもらって、これASMR でまっちゃんに言ってんだけど、せっかく見てもらって不愉快になったり不快になったりするのにわざわざ見に来てもらっても時間の無駄です。でこの人もね、何回もコメントくれてるしだよね。ってことはあっちゃんの不衛生なの分かった上で見に来てくれてやめてくれじゃなく、分かった上で来てくれてせっかく来てくれてんのにそう思うんやったら、あっちゃんの本意じゃない、あっちゃんはみんなに喜んでもらう動画を作っていきたいから、あっちゃん見て面白いわって思ってくれるんやったら見に来てください。でわざわざ見に来てもらってね、いやもうこんなんいらんわって思って見に来てもらってもね、自分のためにならへん。あっちゃんは見てもらったら嬉しいねんで、ほんま見てほしいねんで、でもそうじゃなく、いやもう不愉快やわって思ってくれてわざわざ見に来て、やっぱり見たけど不愉快や気分悪なったわって思うのやったら、わざわざ見に来てもらえたらもっと楽しい動画はね、 YouTube の中にはもっと面白い動画、まっちゃんそれやったらもうファルコンメテオさんの動画見てください、ね、いやもう間違いないとこヒカキンの動画見てください。いや気分悪くならへんから、でわざわざあっちゃんに見に来てもらってね、気分悪なってもうだね。トトロジョージちょごめんテレビで笑うトトロジョージ、まあうん、ね、ごめんごめん、真剣な話した時に笑ってしまうね、ごめんごめん、まあそんな感じでね、あっちゃんネル見て、いや楽しかった癒されたって言ってくれたら嬉しいね。あっちゃん今日ファルコンメテオの動画見て癒された、めちゃくちゃ癒されたの、ファルあのメテオの笑顔、それとファルコンっていつもちょっとクールでやんちゃな、ド S なキャラクターやねんけど、釣りしとる時のもう無邪気な子供の目、あの二人の目見たらもう今日の疲れ全部飛ぶぐらい、今日の首の痛いのもとんでもう尻尾剥がしたっちゅうねん、それぐらいほんま癒されたんね。だからそういう癒されるっていうのは動画で癒される、あっちゃん動画見たら癒されるって言ってくれる人多いんだけど、あっちゃん今日ねファルコンメテオさんの動画見て癒された、だからそうやってカリ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 してる人はファルコンメテオさんの動画ぜひ見てください。あっちゃんねるね、来ても本当にもう嫌な気分になるだけやったらわざわざ来てほんまは見てね、見てほしいねんで、いや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 言いながら見てほしいねんで、見てくださいねって言いたいねんけど、でも嫌な気分になってもらったら本当あっちゃん、なんていうのかな、気の毒っていうか、あっちゃんもやっぱり嬉しくない、嬉しくないというかね、ほんまはみんなに喜んでもらえる動画作っていきたいね、そこまでまだあっちゃんはスキルが高くない、だからもう半年でも1年でもして戻ってきてくれたらいい、で あっちゃん癒されるようになったわとか、あっちゃん見たら応援したくなったわって言ってくれたら見てくれたらいい、もうそんなんで、今日ちょっとこれ話したかって別の動画で言おうと思ってんけど、もうおやつのついでに言ってしまった、ごめん。まあそんなこんなでね、本当そういう風なコメントをしながらね見に来てくれたって本当いいことないんで、本当喜んでくれる人が見てくれたらほんま一番嬉しいんで、よろしくお願いします。はい、ということで、最後に締めとかなあかんだけど、今日のあっちゃんのおやつ動画、何やったっけ、シュークリーム、大久保で買ってきた、普通のシュークリーム、美味しかったです、甘かったです、癒されました、ごちそうさまでした。はい、ご飯の後の甘いものは心の栄養です。はい、よかったらデザートタイムしてみてください。人間カリカリするのも飛んじゃいます、癒されます、だから甘いもの食べてみてね。はい、太る気にしない、うん、楽しく美味しく食べたら太らない、あっちゃんはそう信じてます。はい、で太るかなどうかなって思って食べたものは太ります、だったらやめましょう。でもいやこれは美味しく食べて太らないんだって信じて食べ過ぎちゃダメよ、甘いもの一口でいいから、だから言ったらこんなちっちゃいプリンでもいいね、なんか甘いものを一口口に入れることで心が癒されます。疲れた時特に甘いもの食べてみてください、これあっちゃんからの魔法です。はい、ということでね、もうほんまイライラした時、疲れた時は甘いものを口、チョコレートがいいかな、うん、一かけのチョコレート口入れて、で5分間目つぶってイライラ全部飛ぶから癒されます。はい、なんでみんな癒されてください。であっちゃんで癒されへん人はごめんなさいやねんけども、あっちゃんは癒されるチャンネルになれへんと思うんで、その人は見ないでください。であっちゃん見て癒されるよっていう人だけ見てくれたら嬉しいんで、これからもあっちゃんネル見てください、いや癒されへん人もぜひ見てください。あっちゃんはみんなに見てもらうことであっちゃんネル成り立ってるんでね、いやいやいや、もういやよいやよ、もう好きのうちじゃないけど、ほんまに嫌でも見てくれてんねやったらありがたいんで見てください。ではまたね、バイバイ、変な締め方やけどごめんね、バイバイ。